汚れるので、まずマスキングをこの ところで、次にコピーオイル、そしてこれさと、まあ1対1からちょっとこちらの方、揮発性の方多めの方がすぐに濃くなっちゃうんで、で脱脂面をこう切っといて、まあ、このくらいで、ね、使って小さく、でここに画像の上に混ぜたやつを混ぜたのを塗っていきます。もうずっと先ほどまでこうカサカサしてる感じがもうベトベトのこうテカテカした光沢のように、横からこう反射させると結構こう濡れてるのが、うんうん、でこの時にこのエインガシを選ぶっていうのは、このオイルをこう塗った時に、この今使ってるインガシがこう染みやすいんですよね。今のインガシは昔のインガシと違ってこう、コーティングがすごく強いんで、油とかも結構弾くんで染み込む、なかなか染み、うまく染み込んでいかないんですね。これも塗っただけでもこうかなりね、こうデコボコした感じに。この感じがいいですね。で、これもまあしばらく置いておくとこうどんどん染みていくんですけど、あんまりこう染みてるとこのブラックでも、紐ランプブラックなんですけど、メーカーによって色がこうちょっと違うので、こうちょっとこのね、今回は、まあこれはこう今画材屋さんで売ってるこうパレットっていうか紙のパレットで。結構便利なものなんですけど、これ例えばちょっとこう気持ち少し茶色と、これ
もう塗っちゃいますので、ペーパータオルをこう折りたたんでおいて、今やったやつをこう伸ばします。今回は最初にオイル、このオイルを で、まあこういろいろなじませたりいろいろしながら、また今度このオイルをちょっと使って
ライトを作って。
まだ少し乾いてないところもあるんですけど、色とかなら朝食をしたような、でもその濃淡は少しコントロールできるようなですね、比べると大変対照的な大正ロマンというような感じの写真で、撮影も古いレンズ使ってるんですけど、なんとこう写真なんですけど、こう